こんにちは、広瀬真希です。チャンネルフィロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日の我が家の晩ご飯はこちらです。キャベツをたっぷり使ったキャベツのオムレツです。自家製トマトソース添えです。こちらを紹介します。では材料の紹介です。キャベツ、芯も使います。卵、ミックスベジタブル、長野県民のソウルフード、丸善のホモソーセージ、モッツァレラのスライスチーズ、こちらの材料を使って早速作っていきます。キャベツの芯もギリギリまで入れちゃいます。持つのが限界、さすがに削りにくくなったのでこれだけ捨てちゃいます。キャベツのスライスが終わったら少しキッチンバサミで細かくしていきます。キャベツが細かくできたので生地を作っていきます。真ん中に穴を開けてここに卵を落とします。固い、よいしょ。卵が割れたらまず卵だけ溶きます。真ん中で卵がよく溶きほぐせたらここに材料を入れていきます。ミックスベジタブル、よし、ホモソーセージ、牛乳、そしたら全体的にかき混ぜます。材料が混ざったので味付け塩コショウで軽く下味をつけていきます。ちょっと待ってもらう。生地に下味がついたので早速弱火で焼いていきます。今日はオリーブオイルを使いますがお好みでサラダ油でやったりバターで焼いたりしてもいいと思います。よし、ではちょっと多めに引きます。こんなもんかな、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、ちょっと待って、もうちょっと、結構入ります、油、よいしょ、 OK。 そしたらこれが温まったら生地を半分入れます。ちょっと待って。よし。よいしょ。では。よいしょ。わさわさってやっていい。こんなもんかな、半分。から慣らしたところにもうちょっと慣らす、ちょっと待って、
鳴らしたところにスライスチーズを乗せちゃう。残りの生地を入れていきます。よいしょ、ちょっとこっちがいい。よいしょ、そしたらチーズをしっかり隠してにならしていきます。チーズ出てる。どうだ、もったいない、ね、はい、ここで蓋をして焼いていきます。では蓋をオープン。おお、いい匂い。ちょっとその下側を見てみます。お、いい感じ、いい感じ、うん。ただ表面が固まっていたらこれで出来上がりです。完成です。できました。たっぷりキャベツのオムレツ、自家製トマトソース添えとガーリックバジルパスタと蒸しかぼちゃです。では早速いただきます。その前に蒸しかぼちゃにマヨネーズかけます。かぼちゃはいい、いけー、よし。ではキャベツオムレツから食べちゃおう。うん、キャベツも細かく切ってあるから食べやすい。うんうん、オリーブオイルたっぷりで焼いたからオリーブオイルの風味がすごい。うん、キャベツの甘みもあって、またね、この自家製のトマトソースが美味しいの。うんうんうん、美味しい。ここで材料の紹介です。見えるかな、材料はこちらです。私はかぼちゃ、今日はたっぷりキャベツのオムレス、自家製トマトソース添えの紹介でした。さよなら。かぼちゃもね、美味しい。すごい甘みがあって。うん。パスタはちょっと回していくよ。